ブラボー、おめでとうございます。なんと1年間達成ということで、はい、いやね、何がですか。いや、君忘れちゃダメでしょ。去年の4月1日に始まったものといえば、禁煙じゃないか。禁煙してたんだった。そうだよ、あのこのね、禁煙を始めるときに、うん、いろいろ言われました。なんて続かないだろうと、うん、1年続けてやったぞ。ねえ、マジ、うん、いやこれはね、でも、あ、てつや今撮ってるから、おさぶちゃん静かにね。これはね、まあ、うわー、タバコ美味しかったー。めちゃくちゃタバコ臭っ。いや、そうなんだよ、こう禁煙始めてすごい体の変化が来たのは、まずね、匂いに超敏感になっちゃった。あらあら、うっせーんだよな。言ってか、夢丸、あの変な咳しんくなったね。あー、あの空回りっていうか、うわなくなっちゃいましたね、今は。そう、マジで喉の調子めっちゃいい、うん、そう、あと風邪をひかなくなった。嘘みたいに喉調子これは本当に。俺結構喉やりがちだったんだよ、うん、ガチャガチャにサラパン君の時もだったし、ね、ってやりがちだったけど、大丈夫大丈夫。あと気管支炎とかで、そういうあの秋ぐらいに僕絶対風邪ひくんですけど、うん、それもないわ。いいことじゃないですか。水の香りを全然ないですか。いや、もうこれだって、もうタバコ吸いたいって気持ちも完全になくなったでしょ、もうね。なんだろうな、なんだろう、それは違うっていうか、そう、うん、なんかもうタバコが美味しいから吸いたいではないから、うんうんうん、タバコ吸ってる時間が好きなんだなと。やっぱその時間はね、楽しかったということなんだね。ありましたよね、高いのね、途中で。あ、なんか、あれ、タバコ吸いに行ってるっつって、うん、合法じゃない休憩ね、あれ待ち時間な、めっちゃ羨ましいもんね。あれの、うま、美味しさを知ってるから、うん、合法じゃない休憩の少人数での外でのっていう。しかもみんなでベランダに出るっていうのもいいんですよ、全然数字としてはない。 何も持ってないやつが、そ、喫煙所に行った時のあの、お前何しに来たの。もう誰も思ってない。俺はね、感じるよ。俺、だったら思う。思っちゃう。で、あと気使われるのが嫌だ。だって今日としみついたよ、喫煙所に一瞬。俺よく外で吸ってる時に吸わないバディさんと話したりするよ。俺外よくいるじゃん、やっぱり。としみつとも話したり、うん、いやね、これは有意義な話だったよね、結構。気使われちゃうのよ。誰も使ってないって。いや、ここ東海だよね。だってダウンタウンデラックスの時も俺ね、一緒に喫煙所入ってね、行ったもんね。いや、まずね、あの多分匂いが多分もう嫌いなんだよ。匂いなんですよ、うん、俺は。うん、いや、じゃいけないってなっちゃう。なるほどね、根本的なもの。だからみんなこうベイプとかにしてくれれば楽しい。だから一回そういうのにしようかな。そう、俺もベイプとかでやってたんですよ、うん、で、まあ、喫煙所一緒についてって吸うとかやってたんだけど、ベイプね、すごいめんどくさいんだよな、あれは。違うな、俺も一時期通りました。なんかいちいちね、あそこのフィルター掃除したり、ベトベトの液体が漏れてあーとかなったり。髪が一番いいわ。髪巻きが一番いいんだよな。髪一番、あ、髪が一番いいんだよ。充電もできんし、ライターでパッとね、買っただけでできる。いや、あのね、このモーションね、あのね、懐かしい。ライター貸してくれませんかって言ってよ。で、隣にしょ、ちょっと待って、めっちゃ探してくれるわってね。あれ、あ、俺、あ、そう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 、あ、ちょっと、あ、家にあるかもしれない、撮ってみます。せぇー、そこまでやない、それはない。そいつどうやってつけたんだよ。ほんとだよ。いやね、あの、友情ね、そうね、ライトディスコあった時にみんなこうやってマジでこうやって、そう、僕もないっす。いや、時代がどうかは知らんけど、あのやりとりは真摯なんで、うん、いや、でもね、二人が健康になってよかったということで、うん、うん、今後もね、頑張ってくださいよ。まあ、もう吸いたいとか思ってないだろうからね、頑張るとかいうのもちょっと違うのかもしれないですけど。吸いたいと思う、そう、あるのか。なんて吸いたいなって時は。ああ、そうなんだ。吸いたいなって、なんだろうね。いや、その場にいたいなって時はある。ああ、別にそれいつ来てもいいからね。うん。うん、吸ってないもんね。うん。エブリフ。まあ、1年我慢したからね、罰ゲームもなくなるとか、そういうのないんだよね、きっとね。でも、もう2人で決めたことなんて別に、僕たちがね、いやいや、今後もやり続けろよとかそういうのじゃないですけど、お二人の気持ち的にまあ別にね、続けたいというか、そういうね、枷があるっていうのは面白いかもなっていうことですよね、きっと。1回1年記念で1本だけ吸ってみていい？でも一応宣言した時は未来永劫みたいな話をしてたよ。あ、じゃあそれ1回なくして
無理だ。吸ってみてどうなのかっていうのをちょっと節目を感じたいよね。思い出さん方がいいでしょ。まあそうか。まあね、無駄に辛くなるだけだからね。どうする。いやもういらねえってなんのかな。やっぱ今吸ったら、うん、わまた吸いたいってなんのかな。俺多分もういらねえってなっちゃう。何これってなっちゃうと思う。うん。まあまあ。あちょっと振るなよ。ちょっと自分で振ってるやん。吸いてえな。そのまま間違ってくれって思ってるやん自分に。その一本のせいにしようとしてるやん。このね、自分じゃなくてね、こいつのせいだって言おうとしてる。こいつの、俺の、俺自身のあれじゃないよってね。こいつがたまたま悪かった。1本吸うと2本いっちゃうっていう物質なんだって言おうとしてるよ。ねえ、だって俺は禁煙をやめるぞーって言うだけでね。スッパーン、スッパーオン、スッパーオン、スッパーオンじゃねえわ。いや、なんだろう、なんか結局ね、あのタバコくん吸ったら相手がタバコくんになるっていうルールじゃん、うん、それのなんか面白い使いどころをやっぱ見極め兼ねてるっていうか、うん、ない使いたいわけじゃないんだけど、いやでも ないよね、うん、このタバコくんっていう制度いつ使うんだろうってこの前なんか全然相談したもん、うん、こっそりとね吸っちゃってみたらどうなるんでしょうっていう。まあでもなんかそのタバコくんというルールがあることによって、うん、なんだろう、こいつら意思弱えなとか、なんか自分のことしか考えてねえなって思われるのも、それはそれでちょっとね、関係ないところでうざいかったりするから、いっそね、別になくし、なく、もう俺らはそんなルールいらないもんねって言ってなくしてもいいっちゃいいのよ、極論ね。もうなんていうの、その最初は吸っちゃうかもしれないから、そうそう、し縛るために無理やりつけたルールだから、実際に行われると思って設定したわけじゃないじゃん。殺人をしたら死刑だよって言われてるけど、それってね、本当にしちゃうからとかじゃないじゃん。だけどもう実際しないんだったら、ね、いらないよっていうことはあるけどね。更生したと認められて牢屋から出る状態ですから、ね、だからもう本当依存症患者が更生所出たんだよ。もう自分の生活を始めるときだよ、これ。そうだね。そいつらが今、1本だけ吸ってみるって言ってる。じゃあダメじゃん。じゃあダメじゃねえか。再犯解消されてないじゃん。また同じこと繰り返すやつじゃん。もう吸っちゃダメですよって。いやでも、すごいなんかもう、数準備できちゃって、これがいけないんだよ。ダメだよ。ちょっとちょっと、我慢しよう。認知療法でこうやってね、タバコの吸うふりするってね。うん。いや、夢丸、そのね、棒の持ち方もね、手から離れないんだから、その棒が。糸についちゃって、吸いついちゃってんじゃん。このジジイが持つ感じで、手をこうやっても。もう、喫茶店行くのがすごい辛くなっちゃってさ、もう、昔はバカバカ吸ってたから。うん、でも今お店も吸えないからね。そう、多くなってきたからね。あの、飲食店で一人になるのが嫌なんだよね。周り吸う人が多いから。ああ、喫煙所行ってくるわって言ってね、もう出て、店を出てかなきゃいけないからね。よく我慢できるね。あの時めっちゃ寂しいんだよ。めっちゃ寂しいよな、あれ。ああ、行っちゃったってね。で、なんか取り残された方が多分会話盛り上がってないんだよ。そう。で、しかもね、なんか分からんけど、我々がお付き合いしてる人ってみんな吸う人多いもんね。多いね。うん。俺の周り全くいないんだよね。まあ、ほんと寮の周りぐらいじゃない。うん、確かに。俺の周り一人もいない。岩井だけだよ。岩井一人もいないんだよ。あ、そう。8分の8とか10人ぐらい全員いない。よくやっていけるなって思う。どうした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 。夢丸さん起きないよ、棒。何か分からんけど。夢丸さん話してるから。目のパキラ、目のパキラすぎだよ今。こんな話しとるだよ。いやー、やばい。吸いたいとかじゃないんだよね。その空間が好きって言いたい俺。吸いたいって思ってるって。もう良さ知っちゃってるから、うん、一生それが黄色くない。吸いたいのかな。ダメだに、実は。じゃあ実は吸いたいんじゃないの普通に。だってもう体丸まっちゃってるじゃん。丸すぎ。いや、なんかね、こういう話してるとここら辺がってなってくるね。わかる。なんかね、なんで1年我慢できたのに。ニコチンの呪いは一生消えないの。このままもうさ、さらばしりんよ。ちなみに水タバコってどうなのって俺は思ってるんだよね。シーシャン。シーシャン。あれってそんな吸いたいと思って吸えるの。なんかなんかこうし、なんかやっぱ東京とかでさ、あの東京の人ってやたらシーシャ行こうぜって言うじゃん。ああ、おしゃれな感じで ね。あれのグレーだからさ、なんかノーニコチンのやつにして一回やったことある。あーノータール俺前言ってタールの有無なんだね。前言ったけど分かんなくて、これどうなんだろう。座ってたコーラ
わかんないよね、でも確かに。ちなみに本当にしてないんだもんね、二人ともね。うん、うん、一回軽くしてみる。したらどうなるのか。いや怖いぞ。で、徐々に罰を抜いてって完全にやめる。罰を抜いて。あ、今何ダルク入ってんの。とりあえずさ、今徐々にワクチンの量を減らしていってみたいな。ちなみにやらないんだったら罰の量減らす意味ないから。そう、むしろ重くしてもいいくらいだからね。タバコくん十分重いよ。みんな持って関係ないの。うん、いやでも、もったいないっていうか、なんだろう、見れなかったかっていう気持ちはあるよ。あー、まあね、えないって、本当に。いやでも、してはいかないよ。いや、これでいいんだよ。で、いいんだよ、絶対いいと思う。別に何も生まれないよ。スーパータバコくんになっスーパータバコくん人形ボワあの、あいつみたいに最初はね、あの、多分火種みたいな感じで、うん、黙々みたいなイメージだった。呪術回戦のあいつみたいにボーって実際もちろんタバコくんってさ、どんなの想像してた。いやだからニコレットのあいつよね、着ぐるみ、あのラウンドワンみたいな、コキレボリングマンでそんなんあんのかな。いやだからあんのって作るしかない。作るな、外注だわな。外注しもう1年間やめてよ。そう、1年間やめましたよ、褒めてください2人よっていう感じでね。サブちゃん切っちゃって大丈夫ですか。一回あそこ行ってみる。いや、ちなみにだけど、ちょうどタバコ今なくなったよ俺は。あー、じゃあいいかね。まあいいな。あ、じゃあまあいいや、慣れるんだね。まあねえんだからな。あったらどうなんだ。あったらどうなんだ。あったら一回だからその、持って、うん、持って、これ持ってパキ。ああ、じゃあ高岡さんに2本もらおう。持って、うん、こうライターでこうやってやって、最後お別れパキ。人のタバコ折る相談すんなよね。すごい嫌なんだよね。勝手に今折られる相談されてます。いや、高岡さんファッションタバコだから多分いいんじゃない。そう、別にな、ファッションタバコから始まるもんでしょ。そうで、そう、高岡さんがすでにファッション終わり。入学したんだ。もう露骨にファッションではなくなってるね。プンさんは、プンさんあれか。プンさんは金チクローとかだよね。え、虫さんは？え？そう、はじタバコ吸うようになっちゃってんだ。虫さんね。めちゃくちゃ吸ってるもんね。大丈夫？よくなくないと思って。運動最近絶対吸ってるよね。あ、そうそう思った。あちら側へどうぞ。あ、そうじゃん。あ、そういえばね。吸ってるのおかしくないって。確かに。死ぬほど吸ってるわ、そういえば。俺がこの二人にやたら話振らなくなったのはこの人の存在もあるわ。仲間ができているという。すでにもはや吸ってるよ、僕は。吸ってるよね。ただの喫煙者の。ただのだよね。え、なんかまあ、なんていうの、麻雀するときに言ってたよね、最初もらって吸うとか。まあちょっとみんな喫煙所行く、虫さん吸わないんだっけって言ったら、あ、別にでもついていくよ、一本ちょうだいって言われたけど、そういうレベルだったもんね。なんかもうもらいすぎるのも違うかと思って、変わったよね。まあそれだよね、徐々にそう思ってくる。変わってるじゃん。爆誕してるよね。今はもう吸いたくなってしまう。あー、でもそれは本当正直に言うと、なんか吸いてえなとはなら。あ、そうなんだ。別に誰も吸わなかったら1日に1本も吸わないと思う。じゃあ今脱却するべきだよ。絶対ちぎり。あ、じゃあね、契約更新みたいな。今普通の感覚でね、言ってるけど、今年ドラフト1位に入ってきてたんだから。そうね。でもさ、周りがタバコ吸っててさ、自分が吸えるのにさ、吸わないのたるくない。そうなんだよ。なんか今僕はこっち側に座ったけど、どちらかというとこういう気持ちだよ今。まあね、お前ら来いよってね。これ最悪の展開じゃない。私は今回目は少数がおかしいって、なんか俺のタバコくんの罰も消える可能性はあるよ。この二人がどっちに行くかでだいぶあれだよ。発言権が変わっちゃう。タバコに関して発言権はマジでやば。いや、ただでさえね、やっぱりあの吸わない人の意見の方が大きいですから、ね。うん、まあ、やっぱ分かってほしいな。俺らはどっちの意見も知ってるよってことだね。そうね。間違いなく本当に吸わない方がいいんだよ。体調変わるから。間違いないな。体調いいから、あの、確かに本数とか増えちゃったらね、喉とかいいのよ。いや、だから別に子供にもいいからね、うん、臭いのが何よりもな、きついんだよな、うん、副流煙、あれ全部一緒なんでしょ、中身パ、フィルターであれなんでしょ、変わるんでしょ、結局。そうな、なんかみたいね。そう、副流煙は変わんないの。そう、副流煙は絶対に結局全部15ミリ。そう、だから吸ってるやつらだけ。あ、そっか。そう抑えられてるのは吸ってるやつらだけなの。だから副流煙が一番、なんか自分だけ助かろうとしてるやつみたいな、うん、そう吸ってる人よりも周りの人の方が体に悪いってさ、んなことあるってずっと思ってるけど、本当？でもそういう話間違いない。そう、ここからモワモワって出てる煙、自分が一番近くない？あ、まあそれもそれもあるし、でも自分は吸ってるやん、タバコだからまだマシやん。
立場的に。お前だって自分でこの痛めつけてて、無理無理で。ボコボコにするよ。倒すなじゃん。あるけど。それに関しては確実にあのなんていうの、周りの迷惑だって言うのは迷惑なんで。匂いもあるしな。それはしょうがないですよね。しばらくこっち来た方がいいよ、お前。こっちに来た方がいいじゃない。いやでも俺普通にそっちだよ。今1周年だからこっちに座ってるよって。まあでもちょうど真ん中にいるよね、くしくも君たち。でこの人だけなんかもうにやけ顔なんで吸わないようだ。ほんと夢丸マジですごいと思う。あの俺と禁煙の約束をしてさ200m 先で吸ってたあの時期を考えて確かにね。あ家に帰りながらね、うん、俺禁煙するわって家着いた瞬間すればめっちゃ懐かしい。いやでもなんかやめれたのもなんかあるよね、今のさこの情勢というかタバコ、うん、ダメだよって言ってたら出かけんし明らかにないよな、うん、辛いな本当にやっぱ。まあ不便だよね、単純にだって公衆トイレの数減ってるようなもんよ。まあそうだよな、どこでするあともう煙がね臭いって思うようになっちゃったから、うん、臭いよな。いやなんかさこっち側としてはさ、うん、タバコ吸える場所は少なくなったじゃんか、うん、その代わりさタバコを吸っていい場所が遠くなったじゃんか、うん、その待ち時間がさ伸びてさめっちゃうざくない。確かに。タバコ吸えるとこ、ね、あっちしかないんですよねみたいなって、うわ遠っみたいな。喫煙場所減ってるのって誰が助かってるか全く分かんないんだけど。非喫煙者も結構いやそれを機に面倒くせえからちょっともういっかなみたいな、あそこ行ってもタバコ吸えねえから今日やめようみたいな、そういう人は増えるんじゃないの。チリも積もればよ。チッター我慢せえ。チリ積もよ、まあ、減ってんのかね喫煙者って。なんか周りだと本当に思わないもん。めちゃくなんかタバコ吸ってる人なんか 20% いないみたいな感じじゃなかったっけ、データ的に今もはや。あ、もともと少ない、ね、そう男女合わせてかもしれないけど、うん、でも普通に僕の知り合いで言ったら8割吸ってんじゃないの。嘘でしょ、俺の周り本当にいないけどな。俺のそうだね、8割吸ってるかも、周りは。飲み屋によく行く人だからじゃないの、まあ、そうなんじゃない。あと麻雀、うん、俺もでもそんなもんだな。そんだ不思議だな。うん、年いですね、あれなのよ、タバコ似合うのよ。なんかそんなことないよ。いや、なんかの時にいや、あれだよ、多分パロディあ、一気に人が写真持ってるよ。年光は年光は個人的に吸ってて欲しい人だ。3年後どっちにいるか分かんない。いや、ないと思うね。だって俺、本当に嫌だもん。うん。でも、親父バカのことやめな。匂い。もう、ちっちゃい時からタバコはもうダメ。でも、最近のこの、なんていうの、加熱式タバコは匂い、本当にしないよ。関係ないもん。だとしても、じゃあ余計、この声無駄やん。だったら、まだタバコだなっていうさ、あの、紙タバコの醍醐味になる。年光は紙を吸っててほしいわ。ああ、そうなんですよ。まあまあまあ、確かに。年光の見た目でグロはね、ダメ。なるほど、なるほど。この加え方はないやん。これね、顔と服装に似合うんだよね。はい、これですね。あ、そうそうそう、他ないこう革ジャンの時なんか好きだったっけ。革ジャンなんかのシーンだ、ね、あ、これですね、これもありますね。まあ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 、シーンさん似合うね。そう、これ似合ってんの。パロディのサムネもあれだからね、松田優作ばりだからね。比べる対象もレベル高すぎるんだもんね。急に嘘っぽくなるもん、すべてが。系統がね、系統に松田優作さんが渋いなーって。え、虫さんはもう完全移籍したの。いや、なんか、うん、気持ち的にはね、別にやめなさいって言ったらいつでもやめれるよと思ってるけど、だけど、今こっち側の仲間のフリするのもそれはそれで、おいや、お前も仲間じゃねえよって思われると思うから、うん、もうこっちで。ああ、方針を決めればいいじゃん。もうやっぱやめるわか、もう完全にそっち行くわの。今なんかね、どっちにもいい顔してるもんね。まあ、4月2日だしね。東海オンエアってなんでこう厳しいの。方針を決めなよって。別に俺辞めなくてもよかったんじゃない。自由にさせてやるよって。さすがねよって。勝手にしとけよ。俺の体だしって。お前どっちなんだよみたいな。迷惑かけねえからさって。派閥がすごい。お前どっちに行くんだっつね。分けたがるよね。ギャングにこうスカウトがすごかったもんね。ヒップホップなんかそういう、ね、界隈みたいな。タバコやめるか。友達やめる。友達やめる。どっち。友達やめる。あんま吸わないよっていう人ってダメだけどね。なんで。あんまり吸わないけど。いやそれも吸う人だもん。それはだったもん。まあそうだね、俺らからしたらもう、そう、まあそう、本当に捨てない人からしたら0100だもん、本当に。いいじ
や、はっきりしろよってこと。吸えよ。じゃあ別に、やめた方がいいって。それダメだよ。35になったらいいよ。何が吸い出すのが、それが何、タバコ集団。いやないな、いやタバコもこのこっからじゃない。でも辻岡さんがさ、みんなでタバコ吸ってるのかすごいかっこいいな。そう、あのだってまあまあおじさんよ。いや、なんかいい意味でね、なんかのユーフェスじゃなくて、あの YouTube ファンフェスか、うん、の時にさ、まだ喫煙者で哲也と2人とかで吸ってたら、うん、その辻岡さんたち来て、もうギチギチの中こう吸ってたんだから、こうやって辻岡さん釣りしてキャンプして肉切って車キャンピングカーでっていうスタイルだ。俺らみたいな、なんか変なアホの俺でさ、たまにはさ、なんか俺たちの仲間の絆どこ行ったんだみたいな、そういうくだりもやる人間がさ、終わった後でスーッキーってさ、気持ち悪いでしょ。なことない、やだよそんなの。なった、それはむしろ見た目は別に。え、でも子供とかできたらいずれやめるとかでしょ。とにかく健康面とかそういう部分だけ。それは知らんくない、その時にならんと。ああ、それはまだ分かんないのか。まあ方針じゃない、その時の。ああ、なるほどね。先生、タバコやめるってなったっけ。だからその家族的にやめようって子供ができるだったらと。お父さんって結構タバコ吸ってるよね。お父さんっていう、お父さんこそ吸う。でもお父さんもだいぶ感染の下しか生息地がない。そうだよね。感染の人はダメでしょ。うちもないもん。もっと外の親が吸ってる人は吸わないんじゃないって思うけど。親が嫌な思いしてる人は。そう、嫌だったじゃん。うちも誰も吸わないって言うの、吸わないよ。俺の親は吸ってたけど、俺の記憶の中では吸ってないな。あ、鉄生まれたからやめたのかもしれない。うん。いや、肺炎になってやめた。鉄生まれたからやめた。その話だけはめっちゃ聞かされた。タバコ吸ってなってやめたから、仕事怖いよ、みたいな。小6ぐらいで親父は辞めたかな、うちは。うん、やっぱ辞めるんだね、どっかで。うちもでも電車箱になってたわ。ん、そういえば、うちも電車箱になってた。あれ、若葉が吸うお父さんが電車箱になってた。何が吸ってないって言ったじゃん。え、今は親父、うん、親父は今吸っとるよ。あ、吸ってる。バカバカ吸っとって、兄弟は吸わない。ピアニッシモワン吸っとって、うん、かわいいよね。で、で最近、でもここに1、2年間電車箱になってた。昔、節子のタバコ吸ってた。いいね、いいね、タバコ吸ってた、吸ってない情報マジでいいと。セツコこう、でもいかついね、にいらん、スパ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 スって。セツコこそキセルで捨てたんじゃない。紙でした。紙か、うん、バカ長い。スパスパスおばあちゃんかっこいいな。セッタかな、セッタの前のやつ、セッタのかな、まあ、だいぶ強いやつって言ってたよ。すげえ遅れたけど、セツコ3年いや、分かってるよ。そんなもん、そんなもんあれよ、継承略、アンパンマンみたいなことよ。いやいや、継承略、継承略アンパンってマンの別、アンパンマンのこと。セツコマン、まだ一緒だから。セツコマンね、継承略。セツコマン、セツコマンってやばいでしょ。セシタマンみたいな。違う、そうじゃない。セシタマン。俺今どうするっていう会話ですか、今。これ何、何が今、まあ、俺たちはまあ吸うことはないよね。うん、おお、でもまあ儀式終わっやって、まあ、儀式ね、儀式ね。哲也寂しそうな顔してるな。いや、まあ、せめて、ってか最近ね、あのバディさんとか、 なんかスタッフさん含めてね、結構勢力取り戻してきてるんだよね。初期この1年前さ、マジで一人だったじゃん。確かにちょうど1年前はアウェーだったね。最近外ね、賑やかな、賑やかな。確かにプンさんが、そうだね。で、高岡さんも最近来るもんね。いやー、バディさんもいてみたいな。エース加入してんな、みんな。結構ありがたいんですよね。なんかタバコの仕事とかないっすか。仕事で吸いたいんだよ。お前なんか言うかよ。言い訳するって言うだろ。お前みたいな裏切り者にタバコの仕事は来ねえよ。大人の事情ならね、吸ってもいいっていう罰受けない。今タバコ吸う仕事絶対来ないっすよね。絶対ない。禁煙の推奨の方が絶対来るんじゃないですか。しかも、文煙とか JT とかだと、その要はタバコを吸う描写は結構ダメっていうので、JT とかから話があったりあ、まあ、持ち主が戻ってきた。高岡さん、はい、ちょっと2本だけタバコくれ、貸してくれませんか。はい、貸して。何ですか。え、高岡さんもなんか遅くから始めましたよね。マルボロね。これはもう東海オンエアとコミュニケーションツールだから。哲也が吸ってんの見て吸い始めた。哲也だけになっちゃって30過ぎからのデビューなんで。そんな自信満々。マルボロの、アイスブラスト一番、うん、これ、はい、誰もが通りますわ。まあ、通りますね。行くんですね。そうなんだ。これ行きますよ。アイブラブラ麺は通りますね。じゃあちょっと持ってあげる。超懐かしい。はい、うん、こうもうね、一応ライターと灰皿も買いいいですか。吸わないですけど、ここでは。あ、もう入ってます。はい、ライターあります。風俗のライターではない。
ではなくてターボで風に強いではない、危なかった危ないですよ。ちゃんとね、出ますよ。で、これうわ価値があるんですよね、価値が。これ価値あるんですよ、価値あります。いただきます。これ勝ち、あ、勝ち、勝ちだけ C。 一応ちょっとハイドラ、あ、勝ちだけね、勝ちだけいいんじゃない。これ、いつもの勝ちのやり方でいいですか。加えたらもう吸ったってことになるの。いや、ヒー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 今ちなみにどういう状況、ステータスなの。最低最悪の状況に向かってる。やばいよ。まずまだ、俺はまだ引き返せると思うけど、うん、いや、完全に今挟まれてるもん、うん、俺らと、俺らがじゃあ手の状態だよ。あっちの島とこっちの島にこっちに来い。こっちはまだね。お前シミュレーションするわ。え、じゃあ今どういうステータスなの。ゆっくりやったな、今。夢丸めっちゃ似合うもん。契約状況確認だけしとき。契約状況は何。これ見てこの手。バーカン、バーカウンターですよ、完全に。これやってた。力衰えてない。ね、衰えてないね。現役よ、この角度。しっかりと身についてる。俺実は似合わないんだよね。芝居似合わん。芝居似合わんから、お前はやめ、本当にスワンクっていう。お前が吸い始めた意味わかんないもん、マジで。なんじゃっけ、本当に。でも、あれだな。うわ、すごい。すごいね。上がっとるやん。こいつ上がってるやん。お前さ、すごいわこれは。あ、夏を、懐かしい。夏をじゃないんだよ。お前さ、イメージしようよ。1年ぶり1ミリってちょうどいいんだよ。こんなにさ、中継。じゃあもう折って、今俺らタバコ食う1ヶ月は持ってるよ。うん。でも折って、折ったらもう終わり。折ったら終わりね。でも金融生活もこれから続く。うん。あ、タバコ食うは終わりなんだ。タバコ君という概念を折ったら終わりね。うん、うん、もうでそっから歴史的な契約満期、へえ、その卒業ということで、おお、はい、でそっからじゃあもう禁煙は続けるけど、いや、お前吸ったらダサいよっていう状態ですよ。もう吸うよな、絶対に。俺分かってるもん、お前吸うの。吸っちゃうよね、多分これ。吸っちゃうわ。吸うわけだから今これは契約、実際パフォーマンス。本当に、うん、正直で一応だ、全部。早く。ちょっと待って、喫煙者おもろいわ。こんな風になるの。喫煙者おもろいんだけど。こんな感じでタバコ一本でワンパンで倒せるぐらいになってるよ今。やばい、もう頭に鳥肌かいてきたよ。ちょ、一回やって、昔のルーティン。聞いてやって、そのなんかカプセルのやつ、潰すするとこだけすれば。芝居どうやって潰す派。俺こう。あ、どこ、これね、あるあるなんだよな、これね、これエイム悪くなってそう。いきます。一瞬でカーン。あ、どこ、あ、ダサいな。手前、手前でしょ。アイブラむずいよね。ちょっと奥にある。うわっ、手前だ。体感よりこれね、気持ちいいんだよね。こう噛んだ後に、僕はこうやってクリクリするんですよ。あ、馴染むね。そう、丸くしてね。思ったより奥にありますね、これ。やってんな。で、うわっ、ブレイキングバット見ちゃったから、最近。いや、吸ってないのよ。火ついてないから、火が。火ついたのに灰落としたもんね。落としたから灰を。ただの癖やん。うまっ、夢丸。夢丸似合いすぎます。似合いすぎてます。最後の最後、歯の間から来てる。最後、最後ね、こう火が近づいてきた時、こうやって。顔出来上がってるな。やるんだよね。俺は。うわ、確かに夢丸タバコ吸ってる時めっちゃうるさかったな。そういえば。うわ。ね。うわ。カーマ言ってない。カーマ。ちょっとしみずにガチで叱られるっていうね。うるさ。いやでもやめれるな。もう今満足しちゃった。うん、もう二人任せます。でも条約はやめる。確かに、これ契約更新するか、うん、満了するかだよね。そう、タバコ食う。いやでも満了したところが満了するか、もう終了するかで、終了もこの儀式の前に終わるか後に終わるかでも結構そうですね。ちょっとしたタイミングの、まあ些細なことですけど、遊戯王とかでうるさいんですよ。ああ、そうなんですね。もうここで今もうタバコ君というものは殴られました。パキッなのか、パキッなくなりましたの
お前が決めろ。でどっちでもいい、正直その些細なことやん。そうだね、関係あんまりその時間かけることでもないかなと。終わる終わらないすらもどっちでもいいよね、うん、確かに。最後に一服じゃないんだって。あ、それで考えてんだ。うん、契約つけてどうするか、更新ですか。更新、タバコくんという連帯責任罰ゲームが終わるタイミングはこれを折った瞬間だな。分かった、契約書なんだそれが。折ろう、一緒に折るよ。え、マジで確認だけしていいですか。ってことはもしもやっちゃったらなるってことですよね。今だからふざけてね、ふざけて、ね、ちょっとちゃったーってやったらなっちゃう、なっちゃうね、ギリギリまだなっちゃう、うん、分かりました。こと細かに書いておかないとね。うん、細かいか、後からどっちどっちってなるなんで。お前ちょっと待って、俺もうん、もうそれなら一緒に住もう。あれ甘えがいいよ。違う違う、おい多分違うんじゃないかな。違うんじゃないかな。そんなこと多分そういうこと考えてないから。夢丸なんかさ、さっきからずっと焦ってる。夢丸焦ってるずっと焦ってる。うう、変な汗かいてきたじゃねえかよ。いや吸わないよ、もう、うん、もう折って終わろ、折って終わろ、うん、後ろ背中合わせにして、背中合わせにして。すごいその絵。自分のタバコしっかり見つめてみ。これな、丸ボロ。丸ボロメガアイスブラスト1ミリ、はい、じゃ あ, まあ今回は哲也さんにその儀式をね、あの調印していただきましょうか。すごいこのサムネイル、分からんけど、ね、よく頑張りました、はい、もう加えてますよ勝利さん。まあ最後にね、まあ、口に加えてみて、はい、そのタバコに火をつける動作をして、その行いとともにこんなものは終了だという勢いで、叩き割る。それによってタバコくんの罰ゲームを満了とさせていただきますのでね、はい、皆さん一旦口の方にタバコを運んでいただいてね。よっしゃー、マジ長かった、やっと終わり、このプレッシャーが解放される。ギリギリだと危ないんで、全然ちょっと話してていいんで、カチッと火をつけて思い出してください、その行為をね、うん、思い出して火を消し止めた後にパキッと。ほんとそういうのな、一切なしでいいからね、うん、本当に、うん、それでは最後のタバコを加えて火をつけるという声で、うん、ちょっと緊張する。お別れを行いましょう。ちょっと楽しい。着火。いいですか。はい、うん、お前吸いやがったな。マジかよ。マジかよ。俺は金融をやめるぞ。ちょちょー、俺も今やめてやる。タバコ吸になってやる。でも今終わってますから、ね、終わってんだよ。いいんだよ、タバコ吸うんだ。いいんだよ、タバコ吸うんだ、ジャイアンの名言みたいな。じゃあ芝居はタバコにならないね、このところで終わってるから。 あ、そっか、うん。芝居はやると思ったよ。最悪の状況。なんでこうなったんだ。俺言ったよな、本当にいいぞと。こういうことになっちゃったんだ。本当にごめんな。これマジでバッドエンド。マジでバッドエンドだったわ。涙、涙。ちなみにだよね、後ろの二人も思ってね。ごめん、本当に僕もなんかこういうことをすることによってなんか喫煙する人は全くそうなっちゃうから。確かになんかどうなるんだってなったけど、結局いや折らないよ、おお、まあまあまあ、うん、いいですかね、そうよね、っていう終わりで本当になると思った。これ最悪のバッドエンド。いや、俺がタバコくんになったことによって憎悪の塊です、今。やばい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 、やる。俺もやらしてくれ。俺懐かしいだよ、なんかちょっと俺うるっとくるわ、これこの光景。お前タバコくんやんのか。いや、芝居はだからやんないです。やれない、やれない、やれない。丸折った瞬間やっちゃったんで、うん、終わっちゃったんで。なんでこうなっちゃった、なんでこうなっちゃった。顔さっきから消そうとしてやっぱ、2、3回やってるけど。くせえな、相変わらず。くせえ、ごめんよ、ほんとに。いや、もう、え。もうさ、こんなん、こんなんなるやん、こう。どっちも悪くないのかもしれん、これは。折る時から気づいてたもん、ね、芝居は吸うなって。で、俺がここで吸っちゃうと、なんかもう違うな。芝居64で吸ったもんね。
確率数前に6、4だなって思ったのよ。6数なってね、オッズめっちゃ高かった。なんでそんな夢丸は吸わないと思ったけどね、うん、まあでも芝居も攻めきれないとこは、そう、芝居も吸わされてんだよな。芝居はプロだったのかもしれないと思っちゃう、ある意味ね。だから逆に俺も芝居に「おーい!」とか言えなかった。そうそうそうこいつプロかよ、もう涙流そう誰かが。このカメラいつ止まんだ、俺がタバコくんになるしかないんだよこいつやばい。いやでも俺たちがやってきたことは全然無駄じゃなかったし、無駄じゃなかった。いや俺知ってるよ、ちゃんとほんと2人すごい我慢してたもん、ね、マジで1年だけど、この1年を通して、うん、タバコくんの気持ちがもうできてたところがあった。いや、長い、1ヶ月だよ。長い、1ヶ月って相当長い。長い予約だったんだ、これは。今からの季節ポカポカだよ、結構マジ辛いわ、なんかこっちが悲しいもん。おい、ちょっと待って、吸えるな。え、これから吸うってこと？いや、吸わんな。おお。ただ今この1本だけのね、この1回の面白のために今こんな駆け引きしたの、君たち。じゃあ芝居もこの1本だけってこと？いや、ベランダにはついていく。あ、もうそれは別に自由についていく。ベランダはいいけど、今芝居ベランダの話は聞いてないです。芝居タバコの話です。ここまで積み上げてきたパパがマジ言っとかないと。この場所でのベランダにはついていく。パパポイントがこのまま積み上げてきたんだ。知るか知るかとは言っちゃダメです。パパポイントダメやってねえんだよ。子供前では吸わないもんね。いや、そうだ。バディさん、タバコくんをお願いします。作っておいてください。ちなみにアマゾンとかであんのかな、わかんない。発注されてしまったか。いや、でもなんかこれ一つだけさ、ちょっと許してほしいのが、顔白塗りだけやめよ。あ、そう、切れば OK、 切ればオッケーにして。じゃあそうだ、うん、これで顔塗ってって言われたらもう俺しばらく来ないよここに。お前に何でもするよ。このカメラが回らなければね、二人とも吸わずに普通に何事もなく生活してたんだよ。そしたらね、喫煙者に戻ってタバコになってんだもんね。これ最悪だ ね。これはもう周りが悪いもんな。これどんなパラレルワールドのなんか数千本ある中の一本だと思うんだよね。いや、最底辺のね、最低と Z 1700万分の1の制御パターンね。ミストぐらいバットやん、アベンジャーズぐらいの確率よこれ。いやこれね、見てる人も悲しんでる人結構いると思うよ。いや、まあそうだろうな、うん、だけど結構ね、見てる方も未成年の方多いですね。そう、いやダメだよタバコは吸っちゃうっていう意見が多いのは、ね、いいことだと思います。そうだね。いやでも分かった、もう別にもう吸わないよ、ああこの先も。ああ、ああ、なんか本当にごめんな。出た、自分のせいで言った時にするその顔。ふんどしの時の顔だ。ふんどしの時もそれやってた。でももうやり返していい。芝居がつらかったんだな。やべ、まあ、しょうがない、もうこれはっかりはね、やり返していい。お前は俺にやり返してくれ。いやつらかったんだな。このルール決めた時点から決まってたんだよ、ね、俺たちが悪かった。こんな香ばしいやつを設定しちゃったから。ただの2周でいいもん、温めたんだ。ただ、ね、プロの YouTuber だったって話なんだ。いや本当にプロだよ、振りを回収したんだね。そう、ここで吸わんかったらちょっと東海オンエアとして、うん、ああって気持ちいいやん。そう、2人が吸わなかったらね。そうそうそう、だから今回のこの動画は周りが悪くて夢丸が男だった。夢丸を褒めよう。芝居も男だったんだよ。綺麗なパスが繋がってたってことなのかな。タバコくんキーホルダー作れるかな、間に合うかな。うわ、ちょっとグッズあり東海オンエア。でもその収益全部俺がもらうから。マジでタバコくんグッズ作ったら全部その収益はもらうから。スマホでカシャッとって切開してさ、バーって売れんかな、急いで。それでいいもんね、もう男基金ね、これ全部募金しようぜ、もうその代わりカートン買ってもらってね。そう、いやー、ありました。1年かけた振りのいかがだったでしょうか。いやさすがに笑ったね。ついに来たか。いや、哲也死ぬほど笑ってたもんな。ずっとやっぱ想像しちゃってたからね。待ち望んでたと言ってもね、過言ではない。まあ確かに、ずっとこの下から上にタバコが上がってくる編集の ね、CG のイメージしてたもんね。編集でも入れたことありますよ。いや、素晴らしい笑いでした、本当に。いやよかった。いつですか完成したら。まあまた来るのかな。完成したいと。完成したら熱くなっちゃうから、ね、確かに早めがいいね。スマホになっちゃうからね。どんどんどんよれてきてね。試験もくれちゃうもんね。さすがに面白すぎるな今のは。 すごかったいや喫煙って怖いな。これが東海オンエアだよ。パワハラだったね。パワハラだ。吸ってやるよ。
つでも俺がお前を吸ってやる。いつでも火つけたる。ジンジン。日本名言ってるって。早い。やめて。やめないじゃん。もうやめるって言った。やめてないよ。4年ぶりの笑い来た、これ戻ってきた。ひでまるの禁煙続かない笑いが帰ってきた。少林サッカー一応ダメなんだが、ここで吸っちゃう。そうだよ、知らねえ、知らねえ、今日ぐらいいいんだよ。すごい、やさぐれた。打ち上げ行ってめっちゃ吸いてー、もう面白い。じゃあ、あれですよね、その無理に吸うことはないけど、これ冷たくなったね。気持ち悪い。ベランダとか居酒屋とかそういう時はっていう感じですね。まあそうだね、かもしんないね、くらいに。あもう中途半端な、また NG スタイルぐらいさせて。居酒屋行くの楽しいなって言ったわ。くそ、その中途半端で結局。いや絶対無理だろ、それは。もう俺思ったんだよ、1年間吸ってなくて。窓は全部閉めよう、吸う時開けない。ああそう、入ってくるもんね。もう寒くても閉める。いや、かけてももうそこだけ。俺がタバコになるか、窓は閉めるタバコくんからのお願い。タバコくんマナーにうるさいから。タバコくん、全国の喫煙者の方に向かってじゃあ一言お願いします。バカバカ吸え。マナー守って、マナー守ってバカバカ吸え。そう、マナー守れば誰も何も言わないからね。バカバカ吸え、すごい言葉。マナーを守ってバカバカ吸え。初めて聞いた。ステッカーにしたい。俺が真理かもしれんわ。ちょっと、そういうのは相席食堂で、バカバカバカなんか少ないから、俺書こうかな、長いやつ書いてこようか。さすがに名言でした。バカバカすね。休憩時間に吸いに行く。タバコ休憩はありません。そもそもちゃんとした休憩。そう、ちゃんとした休憩ね。いい喫煙者が喫煙者側に行ったな。確かにマナー守ってくれるもんね。いや、サブチャンで罰生まれちゃったら終わるよね。ほんと何かしらずっと来ちゃう。メインしか見てない人なんて突然タバコ現れるんだから。どうしたい、どういうこと、この人どうしたのって。意外と多いしね。スタートもサブもそうだね。うん、今俺はなんでタバコくん格好してるんですかって真面目に質問来ちゃうから。いや、いるでしょ。メインとサブのね、登録者数の差はなんだかんだぼちぼちあるしね。しかもね、サブ最近見始めた人もよくわかんないからね。1年前から見ててくれる。確かにこれメインでちょっとした説明が入るときにさ、あの禁煙するときにしていた約束のタバコくんでこう破ってしまったためって言われるのめっちゃじゃない。長いしな。めっちゃだな。やだな。俺が破ったんだ。禁煙失敗した人みたいな。芝居が破ってしまった。そうね。しかも。いや見てほしいな、このサブちゃん。このやりとり含めっていうのを見てほしいよ。どうか見てください。みんな握手しよう。これからよろしくな。よろしくな。掛け声を僕にお願いしよう。マナーを守ってバカバカ吸え、バカバカ吸え。